どうも皆さん、こんにちは、ビクトです。というわけで、黄昏の森の続きやっていきましょう。今回ね、もう、ダークタワーがもうこれで、ね、3週目なんで、3週目じゃねえわ、3パート目なんで、そろそろね、もうボスまで行きたいなと思うんですけど、またここかい。あれ？えい。よし、これでもう、もう頂上なんじゃないの？これで。もうだってもう、外でしょ？だってもうほぼ外じゃん。もうこれは、こっち側とか何があるかわかんないけど、まあ、一応開けとくか。開けとくけど、もう上に行けるやつだね、これは。こっち側は何があるところだい？はい。で、ここ、ああ、ここもなんか上行けるところだ。宝箱とかがあるだけかな。まあ、一応、明かりつけとくけど、まあ、普通に登っちゃって大丈夫かな、ここは。なんでこんな壊れてんの？うわー、待って、ガストがいる。ガストじゃねえわ、ブレイズがいる。ブレイズいんの？ここ。怖くね？めっちゃ危ないじゃん。あ、もう頂上見えるし、しかも。もう行ける道が見えた。とりあえず、ブレイズだけ、掃除しときます。倒そう。ちょっと邪魔だから。あ、そしてここでブレイズロット手に入れたから、これ持ち帰れば、あれじゃね？ちょうどよくさ、なんだっけ？消熱インゴット使って、ピッケル作れんじゃね？あ、やった、よかった。よかった、持ってきて。俺なんか鶏肉とか持ってなかったっけ？あれ置いてきちゃった。まあいいや。まあいいや、もう、またここかよ。またこれやんのか。なんか今度敵多くね？しかも。無駄にて、うーわ、ガストばっかいる。ガスト。まあそんな感じでね、上来たんで、とりあえず、もうここでラストなんじゃないか。なんだこの謎システムが、急に。何？これ何？この、これ何？なんだこれ。この通りにクラフトしろやみたいな感じ？これなんだろうこれ。なんか押していいのかな？ちょっと、上の方の様子も気になるけど、あ、まだある。このなんだろう、システム何？わかんない。とりあえず作ってみるか、じゃあ。ボーラーエッセンスってやつが確かこんな感じで、四隅にあってガストの涙真ん中にありの、で、レッドストーン。はい、あ、できた。カーミライトって何？なんかかっこいいな。あ、でもカーミライト真ん中からの、こいつらでなんか作れってことか。オッケーオッケーオッケー。はい。タワーウッド、消失扉、扉作れんの？扉をまさか自ら作んの？これ、何これ？ちょっと、やっていい？は、あ、わかった。こうか。そういうことか。はい。これ、レッドストーンブロックを4つ、真ん中に集結させることによって何か不思議なことが起きるんじゃないですか？うわー、すげえ、なんだこれ。え？いいの？なんか変な音するけど。あ、消えた。ちょ、怖い。何？え？異変が起きてる。あの辺なんか異変が起きてる。え？あ、爆発した。ガストが生まれた。いや、意味わかんねえ。意味は、あれ一瞬で取んなくちゃいけないパターンか。うわ、やだ。とりあえずよくわかんないから上来てみたんだけど、うわ、ウルガスト出てきた。結局何だったんだろう、あの装置は。なんだこれ。これ何？あ、ちょっと待って、ウルガストが飛んできて、やばい、ちょっと待って。弓ないんで今弓ないんですよ、僕。弓なくなっちゃったんだよ。ちょっと待って。ウルガストと戦う重要。ウルガストと戦う、めっちゃ噛んだ。ウルガストと戦う上で重要なことが、2点ほどある。まず、待って。レッドストーンブロック。レッドストーン、これ繋げないとダメなんじゃないの？サムネイル取りたかった、とりあえず。最悪。ちょっと待って、せめて。死ぬ前に。いや、死にはしないけど。うわうわうわ、キモいことなってる。うわ。跳ね返せ、これを。頑張って跳ね返せ。うわ。すごい。これさ、レッドストーンがさ、壊れたせいでさ、これ使えなくなっちゃったんだけど。何これ？なんか出てるよ。何これ？ちょっと待って。怖い。これ何が起きてるのこれ。ちょっとさ、はい。オッケー、跳ね返してくらってる。オッケー。なんか、てんてんてんってめっちゃ鳴ってる。これどうすればいいの？何が起きてるかわかん。把握できないんだが。お、なんか来た。なんか、何？あ、ウルガスが近づいてきた。やった。なんか急に使えるようになった。オッケー。あ、そういうシステムだった。熱い。
なんかエネルギーが溜まると、あれだ、ウルガストをおびき寄せることができるんだ。もう発動方法がわかんなくなって、一回使っちゃったらもうダメなんかな、それとも取れただけかな、レッドストーンが。もうやべえ、わかんねえ、そういうことか。でもあの装置自体の効果はなんとなくわかった。ここ怖いんだよね。来た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 、よしよし、ウルガスト来い、ウルガスト来い、来た来た来た、オッケー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 、そういうことだ、そういうことなんですね。やっと理解できたよ、この装置が何なんだか。あー怖い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 、あそこ行けねえな、怖くて怖くて行けねえわ。感圧板もうねえよ感圧板もうなくなっちゃったよ。よし、使えそう、ここ使えそうだから、来るか来るか、来た、オッケー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 、よしよしよし、いけるいける、あともうあともう、あいける、いけるんじゃ、よし来た。長かった。炎の涙ゲットで、アイテムとかは特になしかな。こう、相手報酬的なものはないっすかね。ここはちょっとがめついんですけど僕まあ例外なく、あったー、あそこにチェストっぽいのが見えるな。あ、よかった。もうさ、食料もさ、鶏肉1個しかなかったし、あ、よかった。うわ、カーミライトめっちゃくれる。あ、消熱の涙、あ、涙だ、違う、なんかウルガストトロフィー、あ、よかった。長かったマジで、めっちゃ長かったわ。よしってことで、ちょっとすごい長かったんですけど、ちょっと紙ライトで何作れるか見るか。あ、なんかいっぱい作れるけど、これ武器とかじゃないのか。消熱の涙の方で、なんか、あ、あれこれ見たやつか。まあいいや、とりあえず終わりたいと思います。はい。実績見てみましょう。どこが空いたか。この辺だね。アルファの毛皮だから、次はあれだ。雪だね。よし。じゃあ頑張っていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。いや、長かったわ、本当に。では、面白かったらぜひ高評価よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、じゃあね、バーイ。